昨日はゼロだった感染者が道内では今日、札幌市と釧路管内で2人の感染が確認され道内の感染者は154人となりましたまさに北海道の状況が日本全国の今後を左右するまさに試金石ということで結果としてなっているという状況でございます。 緊急事態宣言を出した北海道の取り組みについてこう話していた鈴木知事明日までが期限の宣言を延長か終了か頭を悩ませていました少なくとも今週末の3連休は人が大勢集まる場所などへの外出自粛を呼びかける方向で検討していることが分かりました一方 先週国会で成立した新型コロナウイルスに対応する特別措置法の緊急事態宣言と知事が出した法的根拠のない緊急事態宣言を区別するため宣言の名称を変えることも検討されています。